うちに合わせましたけれどもね、少しまだ身のこなしが重い感じはしますけれども、真ん中のところはしっかりラップを上げてきましたね。このあたりはポテンシャルかなと思います。ただ残り一波論ですね。かなり手が動きますけれども、ラップを大きく落とすという形になりました。このあたりもやや体が重いという印象がありますね。打ちに合わせて、まあ、上がり重心みたいな感じなんですけれどもね、目いっぱいこう追うという形は取りませんでしたね。ただ気持ちが乗った分、真ん中のところはラップが速くなって、最後はまあ隣の馬と合わせるというところが主眼だったのか、その辺はちょっとね、確認取れませんけれども、案外流したような感じですから、オーバーワークを避けたのかなという印象もありますね。3頭合わせの中で割と速いラップで駆け上がってきたというところですね。真ん中の2波論11秒9、ここがトップスピードに乗ったところでしょう。ラスト1波論で、はい、ハミをかけてムチが入ります。若干身のこなしが重くなってよれる感じも出ましたんで、この辺りの体力まだついてないのかもしれませんね。まあ時計的には平均点だとは思います。3頭合わせの真ん中で、馬のリズムに合わせてという感じですね。あんまりラップが上がってこないというところもあるんでしょう。ラスト1波論で少し気持ちを入れましたけれども、ペースそのものピッチ数もそんなに上がることはなかったですから、現状なかなか時計が詰まってこないという状況かもしれませんね。それでもラップを落とさなかった分だけは評価していいかと思います。この厩舎には珍しい3頭合わせですね。しかも点から一番内ですけれども、気持ちを入れられてずっと鞍上の手が動いてます。13秒イーブンは時計的にはいつものこの厩舎のものですけれども、この馬の場合は動かさないと動かないというようなところがあるんでしょう。いっぱいに負荷をかけてという形だと思います。これが本番でどうつながりますかね。内に合わせましたけれども、気持ちが出て自分で前向きになるというタイプでしょうね。鞍上は手綱を引っ張ったままですんでね。それでも12秒そこそこのラップで上がってきました。このあたりは仕上がりの良さとこの馬のスピードというのが現れているかと思います。残り1波のラップは落ちましたけれども、そんなに心配しなくてもいいラップの落とし方というふうに思います。上々の仕上がりだと思います。